自分では疲れている意識がないのに疲れているよと言われたことはないですか？こんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、自分では元気なつもりなのになぜか人に疲れているのと聞かれる、疲れ顔ですね。その特徴をお伝えしたいと思います。まずその疲れ顔をね、ケアするにしても何をもってこう疲れているのかっていうね、そこをはっきりさせると対処法も分かってくると思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。まず特徴なんですけど、目に力がないですね。何かしたいとき、何かしようとするときって、やっぱり人のこの目の輝きっていうのがね、違ってくると思うんですけれども、目に力があるとやはりまぶたが垂れるということもね、少なくなってきますから、やはりいつもよりはちょっと目も開いて、好奇心を持って見ている、もっと見たい、もっと知りたいというときには、やはりそういった顔の表情をしていると思うんですけどね。そういったことがないときにこう目が垂れているというような表現をされるかもしれないですけども、目に力がないときはそういうふうに見られがちです。あとは肌に潤いがないということですね。肌に潤いがないのはやっぱり病気の場合もあるんですけれども、寝ない、何かに集中してて寝不足、もしくは疲労が回復しない、それが長期的になってくると肌の潤いというのもなくなってきますから、そういったタイミングで人に見られると、やはり疲れているというふうに見られると思います。あと口元のたるみですね。物事に集中しているとこう目ばっかり使ってね、口元がちょっと半開きになる人もいています。そういう時には口元のたるみを見て顔が疲れてるよと言われる方もいています。あとはね、これはあんまり、言われてないんですけど、頭髪に勢いがないですね。整髪料でガッチガチに固めてたらちょっと分かりづらいんですけれども、元気がない人って固めていてもぺちゃっとしてます。で、若い人に多いんですよ。元気ある人はぺちゃっとしてても盛り上がってますね。盛り上がってぺちゃっとしてるんでね。もうベタベタではないです。つける量にもよりますよね。つける整髪量にもよりますけれども、やはり髪に勢いがあると毛根がシャキッとしてるんで、ほんまにぺたっとならず、ちょっと浮いてぺたっとね、整髪されている場合があります。で、私なんか整髪料使ってないんですよ。ちょっとこれ浮いてるのは 寝癖なんですけれども、元気がない時でやっぱり髪の毛もしなっとしてますので、こういったとこですね、こういったちょっと長めのとこで判断してください。こういったところもこうなんか髪がだらーんとしてしまうという時は、やはり、体の元気がない時に多いです。私だと、治療する患者さんは、ほんまに病気病み上がりの方も多いんでね、そういう人はやっぱりこういう頭髪にも勢いがありません。で、そういったところをね、見られると、やはり、顔が疲れ顔の特徴になってきます。で、疲れて見られがちです。で、もうちょっとね、こっちは、イメージだと思うんですね。体調不良でしんどいのということを、混同して疲れていると混同して言われるかと思います。で、これは目の充血ですね。で、あと目の下のクマで、顔のむくみ。これは今で言えば、こうパソコンとかスマホを、長時間すると目も充血するし、クマもできやすい。寝不足からね。で、あとは、この辺は寝不足も絡んでくるんですけど、顔のむくみ。で、体がしんどいのと、肉体的な疲労と表現としては似てるんで、この辺の混同から、こういったことがあっても疲れているのと言われることもあると思います。で、私が思うんですけど、結局はどのタイミングでその人に、出会ったかということだと思うんですね。自分では仕事なり、趣味なり一生懸命した。で、それができたんだから自分は元気なんです。でも人から見られたら、こういった長時間起きていると起こりやすい症状で、長時間ものを見続けると起こりやすい症状を見てしまうので、その時点で見られたら疲れているのと言われると。それが1日の周期でもあったり、1週間1ヶ月の周期でもあると思います。で、大きいね、タスクを、仕事をこなしている、こなした、自分では達成感もあったし、元気があるね、能力もちょっとあると思っている時に、そのタイミングでたまたまこういったことが起これば疲れているのと言われるんで、多分そのなぜそういったことを言われるのかっていうのは、タイミングでそういったことが、言われるタイミングでそういう人に出会った。で、黙っている人も言ってるんで、そういう口で言う人にたまたまそのタイミングで出会った、
ということになると思うんで、そんなに気にしなくていいと思います。ただこういうね、顔の特徴に痛みであったりとか、あの内科的な症状があれば、それは病気なのでこっちの部類になってますね。体調不良によるしんどさもあるし、あと悩みですね、悩み、深刻な悩みでも解決しない悩みをずっと永遠に考え続けると、こういった症状が出てきますので、そういった、脳のストレスと体のストレスとまた分けて考えなければいけないし、何かを自分でね、達成感をした後で言われても気にする必要はないと思いますので、ね、自分のどういった状況かで改善するところを改善していく、そして、まあ寝不足だったり体力を回復するべきところは体力回復していこうとする、それだけでね、疲れ顔というのはね、解消できてくると思いますので、ね、こういったことをまず頭に置いてください。でまた今後ね、こういったことの一つ一つの対処法というのをお伝えしますので、ね、そちらもぜひご覧になってください。あなたのエイジングケアと美容にお役立てください。またこのチャンネルでお会いいたしましょう。